あの沖縄花月がリニューアルされて、僕らね去年というかもうずっと行ってたんですよ。毎月1回週5日間ぐらい、だからもう多分沖縄に一番行ってる芸人なんですよ、はい、ほんであの亡くなってからマジ久しぶりやな、 3,4 ヶ月ぶりぐらいとか、そうそう、にリニューアルされた沖縄花月がこう市内の方からちょっと外れたところにあって、久しぶりに行ってきて、で台風21号直撃したんですけど、まあ、なんとか行けて帰りな、もう、うん、多分そのしずるの池田さんもおったんですけど、うんうん、池田さんが普通に、うん、多分コントで使うな、あ拳銃ね、拳銃、うんうんうん、コントで使うピストルを多分普段は空港に預けてると思うんですけど、うんうん、預けてると思うんですけど、多分ボーっとしてたのがあるけど、カバンの奥底に入れてて、うん、池田さんと俺でこうそのなんていう審査、空港のね、空港の審査通るとかあって、うん、で俺サングラスかけてて、でまあ俺は通過した後にね、しずるさんが池田さんがパッと引っかかって、それでその手の人も、あすいません荷物なんかさチェックしてみたいな感じだから、この子は何かも知らないじゃないですか、うん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 、若手の二十歳22、23ぐらいの子は、うんうん、あーいってカバン取って、ほんまにほんますごい、で俺ももうこうやって見てるし、もうその子もマジでこう向けるんちゃうかぐらいな、ほんまにすごい空気やったやんな、そうえっていう、その子もほんまピストル持ってるんですよ普通に、えみたいな、周りもえみたいになってて、うん、で何か分からんけど池田さんは多分あやってしまったっていう、その預け忘れたっていう顔がもうこうやったんですよ、うん、そうなんだ、あの人おかしいよ、ね、まあ、おかしいよな普通やったら、あすいませんすいませんこれお笑い芸人やっててコントで使う道具でって言わないけないじゃないですか、うん、一言も喋れないんですよ、ずっとこうやってるからでその子もなんか一応その銃ってなってってなって、その他の人に渡しに行かなあかん時やっぱハサミの渡し方してたもんね、反対側多分初めてと思うけど